どうも、シャーペンです。今回は、明日のモンストニュース予想5月6日編ということで、まあもうゴールデンウィークもね、終わりが見えてきたというか、なんなら終わったって人もいそうですけども、この一番憂鬱なタイミングですけども、まあモンストニュースはいつも通りあるんで、これを楽しみに頑張っていきましょう。ではご視聴、違う、終わっちゃった。この動画では去年の今からのモンストニュースを振り返りながら明日のモンストニュースがどういったものになるか考えていこうという動画でございます。まあただこの動画で話すことはあくまでも傾向からの予想なので、まあ明日絶対にこれが発表されるというわけではなく、発表されるかもしれないよっていうスタンスで見ていただけると幸いでございます。で、今回参考にしていくニュースは2020年5月8日のものを振り返りながら明日何が発表されるかを予想していこうと思います。どうぞ。まず、新豪絶ノクターン発表。ボールユニットが初登場しまして、まあ、これを利用して雑魚処理を行っていくんですけども、まあ、そのルートが見えないとか、反射貫通も違いますし、初日は不具合もあって、まあ、かなり苦手なギミックって方も多いんじゃないでしょうか。で、鉄製キャラに関してですけども、完全にツタンカーメン神化接待。もう、ギミックが地雷とか魔法陣とかレザバリとか、もうほとんどが火力につながるものだったんで、ツタンカーメンの。まあ、わかりやすく輝いてましたけども、ただ難しいのは雑魚処理だったんで、結局その、ボールユニットうまく使わないと倒せない場面もあって、苦戦したって人は多いんじゃないでしょうか。まあ、ただそんな中、どこで誰がどんなタイミングで見つけたかわかんないですけども、ユグドラシルが友情コンボ SS、雑魚処理に貢献できるってことわかったんで、まあ、これで結構難易度下がりましたね。まあ、初日の周回するのちょっと厳しいなってぐらいからはだいぶ楽になって、これが1段階目の低下ですね。で、この後、まあ、ノクターンは、もうそっからジャスミンで大幅に難易度低下。もうほとんどボールユニットを使わずに、雑魚処理をしてしまうっていう、もうクエストコンセプトの崩壊。で、そこからさらに期間空いて最近ですけれども、ゴエモン重心化。もうこれの安定感がすごい。まあ、友情コンボもそうですし、自分の足も速いんで、どんどん動ける。まあ、SS もこれに合っている回復 M とかの安定感もあるんで、鉄製追加の頻度は少ないんですけども、一回一回の崩壊がすごい。なので結構ポイント高いですね。で、次の豪絶は何という予想ですけども、まあ、今来てる豪絶4周目は、異形なる分断者シリーズってもので、まあ、この二人ですね、見るのは。ディビジョンとイグノなんですけども、まあ、わかる通りこの属性の順番ずれてるんですよ。普通だいたい火、水、木、光、闇なんですけども、なぜか光のイグノが先に来るというね。結構珍しい事態起こってまして、次も属性何来るかっていうのは予想がつかない。でも、イグノーが先に来た理由っていうのも諸説ありましてね。まあ、イグノーっていう英単語が無視っていう意味があるんで、まあ、属性の順番無視したんじゃないかっていう説もありますし、まあ、この世界を塗り替えどうこうっていう文面はモンストディクショナリーから引用させていただいたんですけども、まあ、これ見ると結構考察の余地があると言いますか、まあ、こういうの好きな方はぜひモンストディクショナリーご覧ください。本当にね、めちゃくちゃ凝ってますからね、豪絶に関しては特に。見てほしい。で、属性予想としては普通に戻るんではないかっていう、まあ、イグノーが異例だったんで、そのまま水に戻ってって感じで、まあ、前回の予想をそのまま適用しますけども、まあ、この左側のやつですね。もう右はこれ、近距離27、まあ、あれ反射貫通両方いけましたけども、まあ、そこでの活躍が見られたんで、重力ブロックで反射貫通両方ともいけるところ。ペルセポネとかね、ほんとハマったら相当強いですからね。まあ、仕事ここってのがないだけで。ぜひここで勝ち取っていただきたい。まあ、ただ今のところディビジョンではノクターンで、イグノーではマーチなんで、まあ、豪絶キャラクターの活躍が続いてるってのは、ちょっと気になる点ではあります。でも名前に関してはその分断するとかから連想して、僕はその忘れる。で、まあ、単語で言うと、ま、傍客とかなんて、その傍客の英単語何かなと思って調べたら、まあ、オブリビオンって言って、あ、これいいじゃんと思ったんですよね。これ予想で言おうって思って、まあ、一応モンストにいないだろうと思って調べたんですけども、いたんですよね。まあ、ちょっと僕履修してないんですけども、あの 3DS 版モンストにオブリビオンっていうキャラクターがいるらしくて、だからモンストには来ないのかなっていう。まあ、逆を言えばこっから、これが豪絶として降臨するみたいになったら、ね、熱いかもしれないですけど、これいつのやつだった 3DS って。まあ、そんなもんでこれオブリビオンはないとして、まあ、消滅とか排除とかすごい、まあ、嫌がってるみたいなやつのイラストで、エリミネーション。ちょっと長いかな。まあこの辺で。なんか否定とかってすごい青の印象ありますから。どうでしょうか。で、重心化したのが、真珠。元から防御面優秀で、重心化でこの辺どう伸ばされるかなと思ったんですけども、まあ、全属性耐性、無属性耐性の M をもらえまして、まあ、ほとんど全ての攻撃を半減するっていうもの。で、それだけでなく、さらに攻撃面も、砲撃型グリッターボールをもらえまして、まあ、簡単ではないですけども、しっかり壁に4フレすると、まあ、火力にも貢献できるようになって、で、他の性能もね、しっかりいいところを受け継いだ、まあ、レザストとか防御アップもしっかりもらったんで、まあ、講師が揃った、まあ、いい性能だったなと思いますね。で、仕事としても当時は19の極で最適クラスの活躍と、まあ、あと裏覇者23回ですね。これ結構ちょっと話題になったんですけども、ほんと昔を思い出すかのようなえげつない火種がありまして、まあ、それを最小限に抑えられるってことで起用されましたね。まあ、ただ代わりに対応は重力玉火だったんで、活躍の機会ってのは少なかったんですけども、
楽しかったですね、使ってて。え、明日の獣神化予想と、いや僕前田慶次は意外でしたね。これもう今年のフラパの PV 枠だと思ってたんですけど、毎回その侍系が PV になってるんでだと思ったらね、ここで来たんで、古めですし、ちょっと難しくなりましたね。まあ、ただ今のところね、武将と言いますか、日本の偉人が続いてるんで、まあ、金太郎、まあ一応偉人か。ただ、水辺まだ獣神化してないキャラクターで、日本の偉人とかって言うとだいぶいないですね、もう。だいぶ進んで、毛利元就ぐらい。だから関係なくちょっと、パックにしていいですか。多分汎用性いくと思いますけども。超汎用性キャラクター。で、普通にこれ今したら26鉄製濃厚なんですよね。まあ、本当に対応してるだけって可能性が高いですけども。多分今の近畿の難しいところは、最適は出さずとも、どんどん枠を増やしてる感じはあるんで、ここでパック重心化して26にはめるってのはありそうですけどね。で、ついでに他のクエストも、この幅広い対応力でいろいろいけるよって感じで、ビリーザキッドのようなスーパー汎用性キャラクターになったら嬉しいですね。そして重心化回が発表されたのが、ロキ。いやもう1年ですか。まあ獣神化の時代は結構前なんですけども、僕ちょっと自分語りで3周年頃から始めて、でその時のオールスター感謝ガチャかなんかでロキ引いて、とりあえずロキ編成するかって感じでやっていた方も大勢いると思いますし、まあその影響から回もかなり期待されていたんではないかと思う。ほんと待望の瞬間だったんですけど、去年は。ただまあそのね、上がり幅といいますか、アビはすごい良かったですね。まあダメ音原則壁の対応をもらって、魔王へのキラー、まあ、友情底力ちょっと扱いづらいですけども、もうもらっただけないよりはマシですし、アビに関してそんな文句はないんですけども、やっぱ漢字の友情面が、ワンウェイレーザー EL っていうちょっと時代遅れ感が否めないもので、ただその若干時代遅れの友情コンボを、いろんなアビリティとか、友情ビット SS で強化していくっていうこのコンセプト、これ好きですね。こういうのはいいんですけども、ただやっぱりいかんせん条件が多すぎて、まあ、ここ友情コンボ使うクエストとかロキ使おうとはあんまなんなかったですね。で、さらに当時はまあ限定と通常のあれはありますけども、まあ闇属性レーザー砲弾役というと2フォールが暴れていたんで余計に見劣りしてしまったと。で、そしてそこから時間経ちまして、なんと通常キャラクターで最近ハーメルンっていう魔改造が登場しまして、友情コンボ大幅に強化、全敵ロックオンレーザー EL。まあそれもあってかなり悲劇の重心が回だったんではないかなと。感じたんですけども、ただその、それもあってかすぐ3月後半に情報修正行われまして、まあ、友情面がレーザーがツインになって、友情底力が M に昇格、SS 短縮もらって、まあ、前線とはちょっと程遠いですけども、なんとか環境に追いついたかなとは言えますかね。マシにはなったと思う。ただやっぱり僕はちょっと回でも暴れているロキの姿を見たかったなとは、未だに夢で見ますね。で、明日の獣神化回予想。まあ、直近で2体入ってますけども、モンパと一緒で5月分の回もあると思いますけどね。で、属性が、こっちはまんべんなく来てるんで、水属性が濃厚ですけども、こっちは水か。獣神化と回が一緒の属性ってこれまでありましたっけ？あった気がするな。もう水にしときますか。これはもう変えずに、はい、オーディン。ちょっと雑ですけども。で、オーディンとパックだったらやばいな。これ光景見たい、ちょっと。獣神化パック、回がオーディンで。これは枠でしょ、いろんな意味で。行きましょう。で、あとやっぱりちょっと皆さんね、期待してることといったら、呪術廻戦コラボの追加情報ではないでしょうかと。ただまあ、スケジュールが空いてないんで、クエストの追加っていう可能性は低いですね。新しく降臨するってのは。なのでまあ、これまで見る感じあり得ることというと、立川さんのようなゲリラ方式で降臨するやつ。あとはまあ、コラボクエストをクリアした後に出てくる EX 方式のもの。とか、あとミッションですかね。楽なキャラクターだと本当にすぐ終わっちゃうんで、昔あった反属性はでもないからな。闇属性の反というか、ほんと板取りゲーになっちゃいますけども、非属性攻略とか、あとまあ自軍無課金攻略とか昔ありましたね。ただそのちょっと僕も呪術廻戦ほんとにわかというか、アニメ一周しただけなんで、あんま覚えてないんですけども、特級呪術師の上ってあるんですか？それ上があるんだったらまだギリね、称号とか、まだありそうですけども。今のところもう称号勲章ももらっちゃってるんで、予想としてあるんだったらもう少な、両面少なが突然どっかで出てくるみたいな、もうちょっとゲリラ方式っぽく、厳しいですけどね、あの方式。まあ、追加がないかもしれないってことも考えておきましょう。という感じでした。よかったらコメント欄か皆さんの予想、妄想、感想をどんどん書いてください。あとついでチャンネル登録していただけるとこんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。高評価もぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。両面さよなら。